そんな短い時間でどんな小ネタをお届けしようかと考えた結果、先日の伊那の通算200試合出場の花束贈呈ネタでいきたいと思います。以前アウェイツアーでもお伝えしていましたが、200試合出場に間もなくなるというタイミングで伊那には話をしていました。というのも、